皆さんこんにちは、マッカイキヨミです。今日はゴールドコーストのサーファーズパラダイスから車で5分ほどの距離になります、メインビーチエリアにあるマリナミラージュに来ています。ここはウォーターフロントののんびりとした雰囲気が私とても大好きなエリアなんですけども、たくさんのクルーズ船の停泊しているマリーナの隣にはこの白い建物のマリナミラージュというね、ショッピングセンターやレストランの入っているエリアがあるんですけども、この中で特に私の大好きなレストランはこのウォーターフロントのオメロスブラザーズシーフードレストランですね。目の前の浅瀬のところにはたくさん魚が泳いでいるのが見えますね。何の魚でしょう。ブリムかな。パッと見た感じ100匹以上が泳いでますね。はい、マリナミラージュの建物の中に入ってきましたけれども、ここはヨットの帆を張ったようなデザインになっていて、とっても開放感のある、ご覧のようにゆったりとしたショッピングモールになっています。マリーナの眺めを望むこの室内のレストラン、入り口はこちらになります。この右手奥の方になりますけども、シーワールドドライブ、こちらをまっすぐ来ますと右手の方にシェラトンホテルが見えてきます。そしてその正面にはベルサーチホテルが見えますけども、このベルサーチホテルのすぐ手前にマリナミラージュの専用駐車場がありますので、こちらに車を止めてくださいね。それでは当日お目にかかれるのを楽しみにしています。